どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ、今回ガズレレ YouTube 初登場のアーティスト、ハンバート・ハンバートという二人組の男女ユニットの曲で、同じ話。こちらの曲を、このウクレレを使いまして、ガズレレ流簡単バージョンでやってみようと思います。なんとも言えない頃、なんて言うんでしょうね。優しさと空虚感みたいな感じで、独特な世界観でなんか素晴らしい曲なんですけど、いつものように2バージョンでやってみようと思います。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレオリジナル簡単バージョンいきます。はい。後半は、ちょっとね、おしゃれな弾き方登場します。難しいけども、絶対やりたくなる弾き方ですから。はい。2バージョン。最後までご覧になってください。心を込めて歌いましょう。はい。このように、なんかこう、グッとくる曲。なんかいい雰囲気だなっていう曲。CD 聴いたり、カラオケで歌ったりするのもいいんですけど、自分で演奏して、この、伴奏まで弾きながら歌うっていうね、この弾き語りっていうのが、これがまたね、いいんですよ。ぜひ体験してもらいたい。なんだけど、楽器は苦手だなとか、音楽はね、もうほんとね、ちょっと無理という方多いんですけどね。そんな方。いましたよ、ウクレレが。ウクレレはね、いいですよ。まずですね。簡単です。簡単なんですけど、奥もものすごい深いですからね。これはもうね、最初、始めやすいんですけど、始めたらわかりますから、すごく奥が深いんで、ずっと続けられる素晴らしいパートナーになると思います。ぜひ始めてください。ギターとかピアノももちろん素晴らしいんですけど、やっぱりね、ちょっと難しいんですよ、最初。まずウクレレでどんなもんか、すぐ体感できますから。今ご覧になっているガズレレ YouTube チャンネルを見ているだけで、どんどんウクレレで音楽が楽しくできるようになります。はい。YouTube だったらいつでもどこでも、スマホでも見られるわけで。はい。ちっちゃいからね、ちょっとした隙間時間にパパってやって、ああ、いい気分だなって。これがもう普通の日常に入ってくるっていうのは最高でございます。しかもスマホでね、YouTube 見るのは、ね、無料ですから。ぜひ皆さん気楽に始めてみてください。もうちょっとしたらここにリンク貼ります。このリンク先の初心者レッスンはここというところに行っていただくとですね、まあ、その1から順番にこう動画がリストになってますから、順番に見て触ってるだけですぐ弾けるようになります。じゃあリンク貼りますよ。初心者レッスンはここ行ってらっしゃい。クリック。いってらっしゃい。そこには私が今まで取りためたありとあらゆる音楽のウクレレ超簡単レッスン動画がすでに700曲近く上がってますからね。はい。最新 J-POP、定番 J-POP、夏メロ、洋楽もあります。はい。ハワイアンあります。アニメソングとか映画の曲、もうありとあらゆる音楽がウクレレで簡単に弾けるようにアレンジしていますから。ぜひさっきのリンク先の下の方で探してください。検索とかはね、ジャンルボックスで分かるようになってますんで。楽しく音楽準備を始めましょう。それではハンバートハンバート同じ話。まずはシンプル簡単バージョンの方からやってみようと思いますよ。ワン、ツー。
ハンバートハンバート同じ話。まずはガズレレ流超簡単シンプルバージョンでやってみました。いかがだったでしょうか。聞いていただいて分かったと思うんですけど、ショートカットバージョンです。一番をずーっとって最後ラストのサビを一個引っ付けたというガズレレオリジナルアレンジですので、フルでやりたい方はご自分で2番とか歌詞を足していってください。コード進行はねめちゃシンプルで、同じコードをぐる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 回しているのが主になってます。はい。なんで一回そのコードの感じを覚えちゃうと結構ね、できると思います。で、動画のテロップを見ながら一緒に演奏するのもいいんですけど、ノートに自分で書いてそれを見ながら演奏するのをおすすめしています。じゃあ見てみましょう。これイントロです。これちょっと後で解説しますね。ひとまずこの感じですね。このね、CFG7CAmDmG7C。これがずーっと続いている感じです。歌詞が変わっていくで、こっからここまでずーっとコード進行一緒ですから。まあ一応ここ一時停止でメモっていってください。はい、ここが一番というかね、前半分、A メロの。で、ここが A メロの後半。まあこれは歌詞が違ってるだけで、コード進行全部一緒ですから。でですね、ここら辺注目ください。これ、ガズレレのこのノートは下の方に書いてあるやつが後半やるかっこいいバージョンです。この辺からちょっとコードの動きが出てきますね。で、ここが一応サビ。それからんとか、ここもこう、今は C でやってますけど、後半のかっこいいバージョンではいろいろこう入ってきます。ここもね、C7 とか入ってくる。まあ今はこの上の段やったんで書いといてください。ちょっとここスペースなくなっちゃってね、いつまで短くなってますけど、まあこれ繰り返してサビの。これがガズレレバージョンの全貌でございます。で、今回ちょっとね、ノートがいっぱいになっちゃったんで、コードのダイアグラムはちょっと省略しますけど、出てくるコードさっと言います。C と F と Am、Dm、D7、G7。はい。今やったシンプル簡単バージョンをこの1、2、3、4、5、6個のコードでやりました。で、後半のかっこいいバージョンはこれに Em7 と C7 っていうコードなんですけど、これ全体的に見てもこれ結構入門コード、結構どころか、まあまあバッチリ入門コードですね。とにかくこの簡単コードにアレンジしてますんで、お気楽にできると思います。で、このコードのことちょっとよくわからないなって方いらっしゃるんでしょうか。はい、これです。これ今出てるでしょ。ガズレレ必須コードって書いてあります。必須ですよ。必須ってことはですね、ほら、ガズレレ必須、これ必須でしょ。必ず覚えてくださいってことで。コードをね、やっぱ覚えないと、まあ、始まらないってところはあるんですけど、コード弾いて歌うっていうのが基本になりますけど。で、このコードっていうのはですね、もう星の数ほどあるんですよ。全部覚えようとか、そういうコードってもないって感じで。で、皆さん、今回ね、このウクレレを使って音楽始めようと思ったじゃないですか。ウクレレにとって、ものすごく都合がいいコードのグループっていうのがあるんですよ。これが今出てるガズレレ必須コードっていう8個のコードのグループです。しかも簡単ですから、これ。すごく簡単です。で、これを以前私が、めちゃくちゃわかりやすく解説している動画をここに貼っておきます。このリンク先でこの8個のコードを完全マスターしてください。すごく楽しく覚えられますから。で、今日の 曲はその中のコードですよということですから。はい。安心して ご覧になってください。ご覧になってください。はい。とにかくコードはそんな難しくない。ただし、ワンブロック2個ずつ入っていくんで、どんどん C、C、F、F、G、C、このように、どんどん左手がね、移り変わっていくんで、思ったよりも忙しい感じになると思いますんで。そこら辺がご注目でございます。はい。じゃあ、ここからかっこいいバージョンの解説に入っていきます。先ほども言ったんです。コードはね、そんな難しくないんですよ。まず、入門コードがちょっとここで入って足されるっていう Em7 と C7 が加えられるってことなんですけど、まずですね、前提として、前半の A メロ部分のところで、これなんですよ。見てください。1弦の3フレットを押さえたままでって書いてあります。つまり、ここの部分。全部1弦の3フレットを押さえたまま弾くということを覚えておいてください。1弦の3フレットってのはここですよね。私の場合はここを押さえたまま全部弾いちゃうんですよ。まず C、C、F、F の時もここを押さえたまま。次 G7 の時もこうです。この小指離さない。まあ薬指でもいいですよ、もちろん。でも小指の方がちょっと押さえやすいと思うんだよね。G7 弾いて、また C に戻って次 Am を押さえたまま。次 Dm の時に小指を使わないと間に合わないんで、こう Dm を押さえたままここも押さえてるわけ。次も G7 で C。はい。ずーっと何があろうがここ離さずにコードを弾いていくってことですよ。ここが難しいね。ここ押さえたまま Dm だから。はい。とにかくここ粘って粘って。これが雰囲気が出しますから。C 押さえたままね。1弦の3フレット押さえたまま弾く。前半分。覚えておいてください。これはね、結構いい響き出すんですよ。そして、この曲やっぱりね、リズムなんですよ、やっぱり。変えたいところは。でですね、ちょっと原曲をいろいろ聴いて、どんな弾き方がいいかなと思うんですけど、原曲はギターでね、やっぱり、ね、6弦あるんで、ちょっといろんな奏法がウクレレよりはちょっと広いんですけど、こんな感じで考えてみました。ここにも書いたんですけどね、言葉で表現するならば、あえて。
ボディヒット奏法のボサノバ風っていう感じでかっこいいですね。 A メロの前半部分、このノートで言うとこの上の4行、イントロから上の4行まではボディヒット奏法ボサノバ風でやってみると思います。どんな風か、まずじゃあ C を押さえてそれだけやってみましょう。ちょっとシャッフル気味なんですよ。こんな感じです。ドゥンダツタツンダツタツンダツタツンダツタ、はい、これでちょっとコードを回してみるとこうなります。どうですか、かっこいいでしょ。はい、これはですね、ボサノバビートということでね、以前やってるんですけど、これ口で言うのもおすすめですからね。ドンダツタ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 、これシャッフルです。この辺ちょっと難しいですけど、こうなんとかこう雰囲気をつかみ取るような感じで、まあガズレレオリジナルアレンジですけど、この弾き方でちょっとやってみようと思います。これ見てください。まずこれ1弦は薬指、2弦は中指、3弦人差し指、4弦が親指。こういう風に弾くスタイルをボサノバ風ということで私は言ってるんですけど、まず最初じゃあ C コードは C を押さえて、4弦だけ1回弾きます。次、2、3、4弦。弾いたら、ポンと叩いてまた弾きます。やりたいでしょ。この弾き方、詳しく解説してる動画ここに貼っておきます。これ、これはね、ボサノバ、これはウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレのホームページの1枚で、このリンク先が。その中からボサノバの弾き方っていうので、この基礎を学んでください。はい。で、サビっていうか、それからのところ、A メロの後半と、サビは、8ビートのね、シンプルなやつでいきます。ちょっとこんな感じ。どこにか、ジャダ、チャカ、ジャダ、チャカ、ジャダ、チャカ、この、ジャジャ、チャカ、ジャジャ、チャカ、8ビートのチャッタんですけど、ちょっと今までの感じと違うね。ダダ、チャッタ、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 シンプルなやつです。これもさっきのリズムの練習のところで、8ビートのチャッというところを見るとヒントになると思います。まず口で言ってください。C を押さえたまま。チャッタ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 ッ。これでこう素朴な感じを出そうと思います。はい、この2つの弾き方、織り交ぜてやってみようと思います。はい、あとは気づきましたかね。一応、男性と女性のツインボーカルのユニットでございまして、男性パートと女性パートとオクターブを変えて今チャレンジしてるんですけど、はい。雰囲気が伝わればいいと思います。そんなことで、まあ、感情を込めて、不思議な浮遊感のある曲ですから、なんか独特の感じがうまく表現できると、またテンションも上がるかなということで。じゃあ、やってみましょう。同じ話。かっこいいバージョン、やってみる。同じ話、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。いかがだったでしょうか？前半のところ。ちょっとかっこよくないですか？ちょっとハンバートハンバートさんのオリジナルの感じとはちょっと雰囲気違うかもしれないですけど、ウクレレではね、感じがすごくいいと思います。で、やっぱちょっと簡単ではないんですけど、ちょっとやってみてください。シャッフルのリズム、チャッ
カチャッカチャッカチャッカ、この跳ねた感じでやるのが結構ポイントになると思います。はい、楽しいようなこのちょっとね不思議な感じの曲ですけど、このリズム感も含めて、楽しんでやりましょう。ありがとうございます。はい、ドーンガズレレホームページご覧になってください。ホームページを見るともういろんなこと書いてますんで、はい、最新情報ですね。まずイベント情報いきますよ。6月16日沖縄行きます。6月30日長野、7月14日奈良、まず3連チャン、決まりました。夏前のガズレレイベントよろしくお願いします。本とかもいろいろ出していたりとか、まあ、グッズ販売のお知らせとかも全部ホームページあります。ここにホームページのリンク貼っとくんでね、細かいこと全部こちらでチェックしてください。ホームページは必須、必ず見てくださいね。今もう分かりやすくなってますから。あとブログ、ブログが分かりやすいっていうか、分かりやすいんじゃないな、いい話をよく書いてますんで、皆さんブログ読んでください。はい、楽しく音楽やりましょう。音楽聴くのもいいけどやるのがもっと最高。これからもガズレレでどんどん音楽しましょう。皆さんお気楽にやってください。ありがとうございました。さようなら、バイバイ。